はい、というわけで皆さん、こんにちは、佐々木キングでございます。今回なんですけどね、本日が2021年11月3日の水曜祝日ということになっております。今日はですね、NAB48 11周年ライブが大阪城ホールにて開催されましたというところでございますでしょうかね。まあ、この動画、21時9時に載ってるというふうに思いますんで、まあ、終わった後ではないかなというところでございますが、皆さん、楽しかったでしょうか。まあね、感想は、まあ、次の日の生配信でね、言っていただきたいかなという思いではあるんですが、まあ、その生配信にね、都合が悪く参加されない方も、まあ、いらっしゃるのではないかなというふうに思いますんで、まあ、そういう方は、ぜひともここでコメントをね、していただければというふうに思います。はい、というわけで今回の本題に当たるんですけれども、まあ、タイトルの通りではあるんですが、言っていきたいというふうに思います。今回の動画はですね、今ね、現役メンバー41名が NAB48 は在籍しているわけなんでございますが、その41名をね、一人一人見ていこうやないかということでございます。一体どういうふうに見ていくのかという話なんですけれども、そちらの方はですね、こちらを用いたいというふうに思います。はい、こちらでございます。まあ、先日ね、NAB48 がまあこの度11周年ライブを開催するにあたって、まあ、11がね、そのサッカーのプレイ人数、まあ、11と、まあ、同じということで、そのサッカーの、まあ、関西の3チームですね、セレッソ大阪とガンバ大阪とヴィッセル神戸ですか、まあ、堀しおんちゃんがね、ちょっと違いますけれども、本当コンサドーレ愛すごいですね。はい、まあそんな感じでございますが、関西のサッカーチーム3チームと、まあコラボしたと、まあ約1名違いますけど、まあそうやってコラボしたということがありました。で、インスタグラムとかツイッターでね、まあその一人一人の、まあプロフィール画像みたいなのが、まああったわけなんでございますよ。まあということで、今回はそちらを使って NAB メンバー一人一人をスライドショー形式で、まあ見ていこうやないかと、そういう感じでちょっとやっていこうかなと思っております。まあちょっと今までにない試みということでね、ちょっと楽しみでございますけれども、一体どんな映像に仕上がるのか皆さんも楽しみにしておいていただければと思います。まあ、今回ね11周年ライブの方の特に夜公演の方がね一人一人センターの楽曲があったというふうに思うんですが、まあ、その楽曲を思い浮かべながらねこの映像をご覧いただけるとすごくエモいんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで今回もどうぞよろしくお願いします。それではね、スライドショー映像の V 振りの方をさせていただきたいというふうに思います。それでは、VTR スタート。
はい、というわけでね、映像の方をね、ご覧いただきましたけれども、皆さん、いかがでしたでしょうか。まあね、スライドショーという感じではございますんで、まあ、くっつけただけっちゃ、くっつけただけなんでございますがね、まあ、この映像をご覧いただいて、まあ、これが11周年ライブの、まあ、終わってすぐ21時に、ね、乗ってるということでございますから、まあ、この映像を見て、まあ、特に夜公演の方がね、まあ、一人一人がセンターがあると、まあ、そういう風になってたと思いますんで、まあ、そのセンターのね、まあ、例えば僕の場合だったら、あ、ココナちゃんこの曲センターやってたなとか、ケイトちゃんこの曲センターやってたなみたいな、まあ、そんなことを思い浮かべながらね、この映像をご覧いただけると嬉しいかなという風に思います。まあ、残念ながらコトちゃんは、まあ、体調不良で今回出演なかったということだったんで、まあ、そこちょっと残念ですけどね、まあ、でも、まあ、フラットな気持ちで見ていただけると嬉しいかなと、そういうふうに思います。まあ、やっぱりね、NMB48 というグループは本当に素晴らしいグループで、そしてね、メンバー一人一人の個性というものが本当に光ってて素晴らしいなと、そういうふうに思うグループですから、まあ、こうやってね、スライドショーみたいなそういう映像を作ってもね、本当に映えてくると言いますか、本当に素晴らしいグループなんだなって再認識させていただきましたね。本当に素晴らしいと、そういうふうに思います。まあ、これからもね、この NMB48 のメンバーのみんなの、まあ、個性がより光る、より光り輝くような、まあ、そういう感じのね、グループで続けてほしいなというふうに思います。本当これからも、まあ、メンバー一人一人が、個性を放って、そして、その個性が集まった時に、すごいものになるという、そういうグループで続けてほしいというふうに思いました。まあね、今回ね、こうやって11周年ということで、まあサッカーのチームとね、コラボしたことも、本当に嬉しいなと、そういう気持ちでございます。まあ今後もそういうことがあればいいなというふうに思っております。これからもね、NAB48 を頑張ってください。はい、というわけで今回この辺りね、締めくくりさせていただきたいというふうに思うわけでございます。はい、というわけで今回の動画はですね、NAB48 11周年ライブ、こちらの方が、終わった直後にね、投稿されておりますけれども、まあ、それに合わせるようにね、まあ、メンバー一人一人が、映るような、そういうスライドショー的な映像を作らせていただいたと、そういう内容でございました。まあ、今回ちょっとつなげただけではあるんですけれども、まあね、これ見て、11周年ライブの余韻にね、浸っていただけてると、嬉しいかなというふうに思います。まあ、これからも NAB48 のメンバーのみんな、これからも頑張ってね。はい、というわけで今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。